セットオン。フォートレスマキシマス。すべて異常なしか。ああ、退屈なぐらい静かだな。ねえ司令官、提案があるんですが。ん？ガルバトロンがいなくなった今、チャンスじゃないですか。攻撃を仕掛けるのか。それなら俺も乗るぜ。やめないか。どうして装置の毛が多いんだ君たちは。でもね、こっちが黙ったってスコルポノックのやつが黙っちゃいませんよ。その通り。いっそのこと。いい加減にしなさい。私を恨んで復讐のチャンスを狙っているのは事実だ。しかし私の方から誘い水をかける理由は何もない。そうだろう。まあねえ。しかしその頃地球では身の毛もよだつような恐るべき事件が起ころうとしていた。地震だわ。地震？私地震大嫌いなの。地震？早く警察に連絡しよう。植物が暴れ出しました。直ちに攻撃します。突如サンフランシスコに出現した巨大植物は恐るべき人食いバラだったのだ。事態を重視した地球サイバトロンシティコマンダーウルトラマグナスは直ちに化け物の始末を命じた。いいな、人命救助を優先し被害を最小限に食い止めるんだ。わかりました、十分注意してやってみます。頼むぞ、行け。はい。危機を救ったのはスキャッターショットだ。エアボット部隊も到着した。トランスフォーム！トランスフォーム！ウェインボットも到着。だがその時待ち受けていたのはブルーティカスだった。お前は。貴様たちの来るのを待っていたのだ。覚悟。何を。トレインボット合体。行くぞ。エネルギー騎士でもないのになぜデストロンが邪魔を。ヘッドマスターに応援を頼むか。ウルトラマグナスは直ちにアセニアに連絡を取りヘッドマスターに応援を求めた。人を食う巨大植物。そうだ、今は数十メートルにも巨大化して暴れているんだ。待てよ、前に聞いたことがあるな。本当ですか。ああ、詳しいことは調べてみないと分からんが。とにかくデストロンの妨害を何とか食い止めなくては。それならお任せください。暇なんで腕がムズムズしていたとこなんですよ。俺も力が余ってるんです。俺なんか余りすぎ。若いってのはいいな。じゃあ頼むよ。はい、はい、任せてください。その頃ジャル製デストロン基地ではスコルポノックが不気味な笑いを浮かべていた。フフ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 フ
コルポノック様。どうした？サイバトロンヘッドマスターの奴らが地球に向かったと情報が入りました。そうか、すべて予定通りことが運んでいるというわけだな。果たしてスコルポノックの不気味な笑いは何を意味するのか。もしかしてフォートレスたちの行く手にまたも恐るべき罠が待ち受けているのだろうか。ん？これだ。え？あの植物は宇宙の果て惑星ダルホスに生息するブリダンカという恐ろしい植物だ。惑星ダルホスに生息するブリダンカ、そんなものがどうして地球に？鈍いな。それはデストロンの仕業に決まってるだろう。そうだよな。実は今俺もそう言おうと思ってたんだよ。調子いいぞ。しかしデストロンがなぜ地球にそんな植物を？そこが問題だな。スコルポノックだよ。え？スコルポノックが何か企んでいるような気がするんだ。企み？何かの罠ですか？うん、きっと何かある。よし、一丁乗ろうじゃないですか、その罠に。慌てるな。地球の人々を救ってからゆっくり罠にはまればそれでいい。あ、失礼しました。地球に向かって全速前進。その頃、惑星アセニアでも意外なことが起きようとしていた。ごちそうさま。僕ちょっと出かけてくる。あら、どこへ？まだ食事が終わったばかりよ。植物園だよ。ほら、こないだ地球から持ってきた花の種、まだ芽が出ないんだよ。まあそうなの、ずいぶん遅いわね。だろ？ちょっと心配だから僕見てくるよ。じゃあね。なんだ、またここかよ。ウィリーは楽しみじゃないの？芽が出るの。冗談じゃねえや。そんな年寄りみたいなことやってられるかよ。わかった。ウィリーに花の種をプレゼントしなかったから拗ねてんだ。違う。そんなの本当に芽が出るわけないだろ。出たらどうする？出るわけねえって。あ、芽が出る。やったやった、芽が出るぞ。なんだこの花、変なの。お化け花だよこりゃ。よし、引っこ抜いてやる。あ、待てよ、まだお化けって決まったわけじゃないだろ。違う、僕は地球から持ってきた花じゃない。一方、地球では待ち受けていたデストロンの攻撃にサイバトロン戦士は苦戦していた。そしてヘッドマスター戦士が到着したが。あれがお化け花か。それより人々はどうした？誰もいないところを見ると全員救助したんじゃないの？よし、それなら思いっきり暴れてお化け花をへし折ってやる。行くぞ。無駄な抵抗はやめろ。あ、貴様たち。待っていたぞこの日を。死の踊りをたっぷり見せてもらうぜ。何？そしてアセニアでは。ほら、あの花だよ。うん、見かけの花だが別にどうってことないじゃないか。よく見てよ、この袋の花と全然違うじゃない。うん、そういえば違うな。でしょ。あ、また動き出したぞ。このお化け花、僕がやっつけてやる。さっきはよくもやったな。やめろダニエル、花は何もしない。
上げる。今度はやられるもんか。これは大変だ。基地へ帰って対策を練ろう。だから言ったでしょ。その頃、地球では人命救助はできたものの、巨大化したお化け花を退治できないままサイバトロンは苦戦を強いられていた。その花だよ。これならブリダンカといってダルホスという惑星に生息する花よ。ブリダンカ。そうです。記録によると人食い花となっています。人食い花。ああ、僕には分かんないよ。どうしてこんなことになったのか。だんだん読めてきたぞ。どういうことですの、あなた。ああ、僕が地球から花の種なんか持ってこなけりゃよかったんだ。デストロンだ。デストロンがダニエルを利用して。あっ！アセニアの基地から緊急連絡が入った。何？アセニアにも。すでに基地の一部が破壊されました。そうか、アセニアにも現れたか。こちらは化け物の弱点が分からず手を焼いている。フォートレス、僕が悪いんです。僕が騙されて花の種を持ってきたから。何？ダニエルが。あ、何事だ。応答してください。聞こえますか、聞こえますか、司令官。苦戦だと言ってたが、まさか戦艦に異常が。応答してください。フォートレス、フォートレス、フォートレス。その頃地球ではフォートレスが最大の危機に巻き込まれていた。どうしたというのだ。すごい。あんなに巨大になるとは思わなかった。あの植物には宇宙の果て、惑星ダルホスより地球の空気の方が合っているようだな。俺の科学的計算はズバリだ。するとそこまで計算して。当たり前だ。もっと育て、もっと大きくなれ。そして戦艦ごとフォートレスを飲み込んでしまえ。なんとスコルポノックの狙いはフォートレスへの復讐だったのだ。司令官、ハイブロー。おい、のんきに見てないで何とかしてくれ。よし、今助けてやる。見ろよ、いいざまだ。ついでに食らえ。うわ、ブリダンカよ、再起不能にしてやれ。スコルポノックめ、思った通りか。その頃、アセニアでは。司令官、応答してください。ダメです、更新不能です。ダメか。あなた、大変です。ダニエルがあの花と戦ってます。何、ダニエルが。アーシー、後を頼む。やめろよダニエル、食われしまうぜ。うるさい、ほっといてくれ。こいつは僕の巻いた花の種から育ったお化けだ。僕は。やめろよ、やめろったら。やめろダニエル。おいダニエル、やめるんだ。あ、パパ危ない。ごめんパパ、僕の種が。ダニエルのせいじゃないよ。優しいお前の心を利用したデストロンが悪いんだ。危ない、スパイク。このまま犬死にするものか。あれは、あれだ。この上はあれを試すしかない。
ダメだ。この剣は使うわけにはいかない。司令官、助けてくれ。司令官。うわっ。マスターソード。ビッグモードトランスフォーム。勝ちだ。マスターソード、王者の剣、それは正義の王者のみに与えられる。だが超エネルギーを必要とするため、一度使うとしばらくはその威力を発揮できない。よし、行くぞ。フォートレスめ、だが諦めるのはまだ早い。弱気は無用だ。例のものさえ完成すれば、フォートレスごときは敵ではない。司令官。おお、みんな無事か。ずるいですよ司令官、そんなに大きくなれるのに俺たちには内緒だなんて。いや、これにはちょっとばかり訳があってな。アセニアへ急ぐぞ。一方、アセニアでは、あ、お化け花が爆発しちゃったよ。どうしてパパ。わからない。でも地球で暴れているブリダンカと関係があるのかもしれない。アセニアに急行するフォートレスは、スパイクからブリダンカが爆発した報告を受けた。スパイク、それはデストロンが仕掛けた罠だったんだ。多分地球のブリダンカと連鎖反応で爆発したんだろう。やっぱりそうですか。フォートレス、ごめんね、僕のために。何を言うんだ、ダニエルのせいじゃないよ。全てはデストロンの仕業なんだから。本当だね。もちろんさ。でも無事でよかった。怪我はなかったかい。大丈夫ピンピン。ああ、ウィリー、邪魔すんなよ。僕がフォートレスと話してんだから。その調子なら大丈夫だな。よし、アセニアへ全速前進。あのフォートレスがついに巨大化し、スコルポノックもサイバトロンの新しい威力を目の当たりにした。しかし、スコルポノックも今何かの完成を急いでいる。それは一体何なのか。果たしてサイバトロンの恐るべき敵となるのだろうか。加速だ。